ミュージックマンチャンネルへようこそ。キュレーターの小島です。ミュージックマンは音楽業界人が最も閲覧するとも言われるウェブサイト。この番組ミュージックマンでは、音楽業界人にぜひ知ってほしい未発掘のアーティストを3人のキュレーターがご紹介します。この番組は再生リスト形式になっていますので、私たちキュレーターの解説とアーティストの楽曲を順番に、ぜひ最後までお楽しみください。最初にご紹介するのは柿崎悠太で最終回。2022年9月活動開始、宅録で楽曲制作を行う2000年生まれの大学生の男性です。疾走感のあるビートに乗せて、物語の最終回にまつわる歌詞が軽快に歌われています。サビで繰り返される最終回前再放送のあなたにはというフレーズが頭から離れない中毒性のある楽曲です。個人的にこの歌詞がすごく今っぽい歌詞だなぁと感じました。アニメもドラマも再放送や見逃し配信で簡単に後から楽しむことができる分、リアルタイムで楽しんでいる人と後から追って楽しんでいる人では、同じ瞬間に同じ作品に抱いている感情が違う瞬間ってありますよね。この楽曲自体が一つの結末を知る者目線での物語のようにも感じます。楽曲を聴いた他の皆さんの解釈も知りたくなりますね。それではお聴きください。